白木駅は、三重県鳥橋白木町細田にある、近畿日本鉄道島線の駅である。駅番号は M84。標準期間線時代の白木駅相対式ホーム2面2線の間に通過線2本が設けられた地上駅で、島線の途中駅では、唯一の退避可能駅となっており、ホームの有効長は2両分であるが、退避線を含めて、校内の有効長は長く取られている。 駅舎は4番ホーム側の賢島寄りにあり、反対側の1番ホームとは、古線橋で連絡している。4番ホーム裏手にある電化された、留置線は、かつて単線だった時代の、鳥場方面域本線跡であり、非常用として損置されている。また、賢島寄りに急線を利用した、古線基地がある。鳥場駅管理の無人見駅。ワンマン運転の普通電車では、 ドアカットによる降車自習札が実施され、乗車位置も1カ所に限定されている。自動券売機未設置のため、ホームに乗車駅証明書発行機が設置されている。2.3番線は、1番線と4番線の間の通過線であり、ホームはない。これらの通過線が主本線となっており、特急列車が通過していく。停車列車が入線する1番線と4番線は、 福本線である。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。白木駅の利用状況の変遷を可表に示す。ありがとうございます。